北口ホーム、中山観音駅は、兵庫県宝塚市中山寺2丁目にある、阪急電鉄宝塚本線の駅。駅番号は、HK-53。安山祈願で知られる中山寺の門前に位置する。また、中山大ニュータウンへの入り口駅でもある。開業時の駅名は、中山寺駅で、その後、中山駅と改称され2013年に、 現在の駅名となった。中山駅と称していた頃には、中山観音前という副駅名があり、車内放送でも案内されていた。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。改札、コンコースは、宝塚よりの地下にあるほか、大阪梅田方面ホームの宝塚よりには、地上改札もある。 駅西側に自由通路が設置されている。これは1981年の改築前まで使用していた旧改札の跡である。実際には校内に乗り場、番号表記はないが、スマートフォン向け、アプリ、阪急沿線ナビ特区アプリの発車案内機能では、宝塚方面が1号線、大阪梅田方面が2号線と表示されている。毎時6本が発車する。急行 準急も含め、すべて、豊中まで各駅に停車する。以下に、発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。2019年の通年平均の乗降人員は1万1350人で、ある。また、2019年のある特定日における1日の乗降人員は1万1994人である。各年度の特定日における1日の乗車。 上皇人員推移は下表の通り。駅周辺は住宅地やニュータウンが広がっている。北口、南口にそれぞれ停留所があり、阪急バスの路線が乗り入れる。ありがとうございます。